はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。三強ダムについて、まあ、考えるのと、まあ中国について、まあ、ウォッチをしていて、まあ、今中国全体がどういう状態なんですよということを、まあ、お伝えするとともにですね、まあ、視聴者から の問い合わせとかそういうのにも、まあ、皆さんにも、まあ、ちょっとお答えしていこうかなと、いうことになります。はい、まあ、大変ですね。北京の方で地震が起こり、ウイグルの方ですか、ウイグルの方ですかね、三峡ダム周辺の地域のところで、三峡ダムじゃないかな、三峡ダムよりだいぶ上流のところでもまだ地震が起こり、で爆発事故が起こり、ロケットが、ロケットというんですかね、人工衛星ロケットを打ち上げを失敗して、まあ被害、民間に被害が出るみたいな感じにはなってますという感じですね。はい、ということです。ということですね、まあ本当に、まあまあ地獄絵図だなっていう感じですね。まあ非常に、まあ問題のある状況という感じになってるんですけれども、はい、でまあ私もちょっと黒竜江省の方のバッタの様子、これバッタの様子と、まあ、言っていいのかどうかわかんないんですけど、その動画の方がちょっと出回ってたんで、そちらの方ちょっと拝見させてもらったんですが、いやー映像で見てるだけなんですけど、私ね、目の前で人が死んでるとか、刺された事件とか見てたりもするんですよ、正直な話言うと。はい、たまたまその殺人事件のちょうど現場行くところの時に、入試会場ってね、入試じゃなくて、試験を受けに行く、道すがらだったんですけれども、まあ、そういうところの映像とかいうのはちゃんと、まあ、見てるんですけど、そんな日ではないぐらい怖かったですね。はい、そんな日はないですね。目の前でミサイル落ちるとか、そんなレベルの怖さではないバッタでしたね。本当に昔の人々が神様を信じたっていうのは分かるぐらいの量でした。はい、ということなんですけれども、今日は、視聴者の皆さんから、お問い合わせいただいたコメントについて、回答していきましょうということです。日本の政治家がですね、中国への食料支援とか、言い出しませんかねっていう話になります。で、私の回答はこちらです。まあ、言うでしょう。はい。もう皆さん忘れたんですか？コロナウイルスが入ってくる、危ないって言って、マスクがなくなるっていう状態になってましたよね。マスクがなくなるっていう状態で、やばい、マスクマジで店頭にないっていう時にマスク送りましたよね、中国に。日本の政治家って、日本の政治家ってマスクに、日本人が手に入らないです、どうしようって言って困ってる時にマスク中国に送りましたよね。でこれから要するに、コロナウイルスが日本で流行りますよって時に防護服を送りましたよね。でない中、カッパに代用するとか、そういう風な状況でなって、まあ今要するに病院関係のところでクラスターが発生しているという現状を要するに引き起こしたわけなんですよね。はい。引き起こしたわけなんです。で、これ食料支援しましょうかっていう話になるかって話でしょ？言うと思いますよ、私。言うと思いますよ、全然。はい。アホやから。はい。はっきり言うんですよ、アホやから。はい。ということになりますということです。ただ、言うからといって実行に移せるかどうかってことですけど、もしあるとしたら少なくとも洪水が収まってからでしょうね。今送るって言ったら今どうやって送んねんっていうツッコミが入るんで、少なく見積もって洪水が終わってからどうこうするっていう話やったら出てくる可能性はあります。で、日本でも熊本であったり中部であったりとか、正直それどころではないと、いう状態になってますので、まあ要するに食料支援が要するにやるとするならば、まあ9月とか、まあ、10月とかその辺ぐらいの時期に、まあ、言い出しかねないよねっていう話になります。はい。で、これはだから私は、初めは言っておきます。これはっきり言いますけど、もし仮にこれをもし間違いない政治家がですね、政治家が中国への食料支援しましょうっていうふうに言い出したら、多分ものすごい被害が出る。はい。まあ、あらかじめ言っておきます。ものすごい被害があります。まず、多分、人間って大体やること大体分かるんですよ。人間ってやること分かるんですよ。で、私、この状況になってもはっきり知らんよって話なんですけど、まあ、まず、間違いなく、もう起こる現象は、
多分事務所の電話鳴りやまないです。もう絶対そうなんですけど、じゃあこれ言った瞬間に、言った瞬間にその政治家の事務所多分鳴りやまないです。はい、もう全部特定されて政治家の事務所にガーって電話がかかってくるっていう状態だと思います。で、これを言ったと同時に、もしそのところに支援している企業とかありますよね。政治献金してますとか現金出してますっていうところは非常に気をつけといた方がいいです。あ、はっきり言いますか、非常に気をつけといた方がいいです。で、そこに献金してますっていう風な会社になった場合に関しては、私がもし会社の社長だったとしたら、もう二度と献金しませんってもうすぐホームページに出します。もう二度と献金しませんっていうのをすぐにもうホームページ上に出さないと、多分その会社の電話も鳴りやまない状態になります。で、多分不買運動とか、変な話、不買運動とかになるし、やっちゃいけないことだけれども、確実にその要するに脅迫状だったりなんだっていうの、もう絶対こう送られてくるんですよ。当たり前ですよ、こんなの。こんなはっきり言いますけど、これはっきり言いますよ。アメリカとかで射殺されてますよ。アメリカやったら、その政治家がもしポーンってこんなこと言っちゃったとしたら、変な話ですけど、極右って言われる人たちいるんですけど、極右って言われる人たちがバーンって撃たれたりとか、その関係のところに対してテロ行為を行われるってのはガンガンあるんで、本当に。そこは、注意しといてくださいっていうか、そんな別に頭おかしいその政治家の人を別に擁護するつもりはないですけど、要するに関係のないところに被害が多分及ぶだろうっていう話なんですね。はい。関係のないところにおそらく被害が出ちゃう。いう危険性はもう多分にあるということになるんですね。だから、私が言ってるのはそういうことで、結局関係のないところでこういうふうなことっていうか、起こるんで、起こるからいろんなことに気をつけて生活してねって私が言ってるのはそういうことなんですよ。つまり言いましたって言って、その要するに、政治家と懇意にしてる企業だったりすると、もう生きた心地しないわけですよ。生きた心地しないわけです。で、皆さんも要するに一般人としてやったとしたら、多分その言った瞬間にこれを支援している企業っていうのは多分ツイッターとか上にバーって流れると思うんです。で、バーって流れたら、その本社の近くとかに住んでたりした場合とかは、もうできるだけそこの道も通らない方がいいです。はい。で、なんでこんなこと言ってるかっていうと、それほど余力がない状態なんです、みんな。みんな余力がない状態です。間違いなく。はい。だって会社倒産しましたでしょ。自営業の人要するに倒産しました、廃業しましたってバーってなってるでしょ。みんな気立ってるんですよ。間違いなく。で、みんな気立ってるから落ち着いて行動ができないんですよ、今の時期って。それはそうですよね。で、マスクない、防護服ない、病院には行けない、コロナウイルスとかだったらどうなるか分からない、GoTo キャンペーンやるのかやらないのか分からない、もう学校はもうごちゃごちゃな状態で運営してる、これはもう現状の状態なんですよ。で、多分政治家は不用意な発言で言うと思います、間違いなく言うと思います。はい。で、言うと思うんで、それ注意してくださいねって話。この不用意な発言が本当に悲劇を生むんで、マジで。はい。ということですね。はっきりと言いますが、こんな食料支援とか無理。もうはっきりと言うと絶対無理。だって日本の、ね、食料自給率って 40% しかないって言われてるよ。これ農水省が発表してる食料自給率 40% しかないんですよ。40% しかない国が何食料支援って言ってんねんって話ですよ。ね、つまり中国への食料支援がもし仮にできるとしたら、もし仮にできるとアメリカかオーストラリアかカナダ。この3つぐらい。この3つぐらいしかないんですよ。もう。そもそもとして。じゃあ、日本が中国で食料支援しますよって言ったら、もうやり方としてアメリカから買ってきてそれを中国に流すとかです。で、これだったらアメリカとの要するに同盟関係に亀裂入る危険性があるから、これは当然のことながら国民が要するに先立つのは当然当たり前のことなんですよ。これは当たり前のことなんです。はい。ということになるんで、政治家って別に独裁者じゃないんでね。日本の食料を自由に扱っていいですよっていう、なわけないやって話になるんで、はい。そうですよね。独裁者ではないんですから、はい。基本的人権は我々は持ってるわけない。なんぼ選挙で勝ってるからって言って、なんぼ選挙で勝ってるからって、基本的人権蹂躙していいですから、そんなバカな話はないわけです。そうですよね。はい。ということになるから、そこは注意してくださいということです。だから、日本でも要するに、これ対岸の火事じゃないよっていうのはそういうことです。だから食料支援しますって言って、食料支援ほんまにじゃあこの情勢でできるかって、まずできないと思います。まずできないと思います。はい。まずできないとは思うけど、
その要はみんな聞いたって言うから何が起こるかわからんよいう話。わかります？で、我々は要するにちゃんと考えとかなのは政治家を監視しとかないといけないです。簡単に言うと。忘れたんですかとね。マスクを送りましたよ。で、我々も腹くくらないあかんっていうのはそういうことなんです。ね。これは要するに日本人全員が要するにミサイル降ってきたらどうしようとか、それで要するに日和ってたら結局つけ込まれるよって話なんです。だから、もう一回言いますけど、マスクを送りました。防護服を送りました。あげの話には現金まで送りました。ね。これで尖閣諸島東沖の鳥島に中国公船が入ってきてるが今現状ですよって話。もう一回言いますよ。送って、要するに苦しみを分かち合おうって言って、防護服だったりマスクだったり送って、送った結果帰ってきたのは軍事力の行使です。ですか？軍事力の行使が帰ってきたよって話です。ってことは、これはもう腹くくらなあかんよねって話。ここが要するに、俺が要するにマスク送りました、防護服送りました。ありがとう、感謝すると。ね。武漢のこの状況っていうのはウイルスはこういう構成でこうなっとるんや。ね。こういう風にやってしまうからすまんと言ったんであるならば、我々も中国への食料支援しましょうかって話は、まあ分からんではないですよ。まあ分からんではないですよ。共に分かち合おうと。いう風な形になるけども、共に分かち合おうって言って分かったものが、飛んでくんのがね、飛んでくんのが軍事力やったらどうもしようもないやろって。で、世界中がもうダメだっていうふうにもう投げちゃったわけだから、投げちゃったわけだから、これは日本だけが単独でやるなんていうことはできないでしょって話。はい。世界と協調していかないといけないんでね。はい。世界の平和を考えないといけないんで、はい。ということになるわけですね。はい。まあ、だから非常に私は暗い思いで一生なんですけどね。まあ、早い段階で私はもう正直にこうでこうでこうでって言った方が私は良かったとは思いますけどね。はい。ということです。よろしいでしょうか。まだね、ここの三峡ダム以外のところでも、非常に危ない状況になっているので、まあ、そこについてしっかりと見て、はい。まっすぐと皆さん、国防について勉強していってください、ということになります。で、僕が言っていることが全部正しいわけではないですので、あくまで私素人ですので、はい。いうことなんで、そこだけ注意してください、ということです。はい。で、今後ね、まあ、こういうふうな話になるときに、何に気をつけて生きていけばいいかということも、状況と、情勢見ながら、まあ、皆さんあんまり怖がらせない程度に、そして、事実は事実としてしっかりと伝えていかなきゃいけない部分があるのでそれについて見ていきましょうということになります。まあ、そんなことは本当はマスコミがやれって話ですね。ちゃんとそういうことをね、朝日新聞とかちゃんとやってくれればね、50万も下がることはないと私は思うんですけど、個人的にはね。はい、ということです。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。